選手から神戸の子どもたちへのメッセージ、本当に温かいものがあります。さあそしてその間に、いやオマリーの激走はすごかったですね。そうですね、よく走りましたよね。あの完全に抜けた当たりじゃなかったんですけどね、はい、木田から打ちましてノーアウトランナーが2塁です。そして4番フランコ、おっとオマリーが三塁へ行きます。そして初芝がそらしている、あファール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 です。初芝はそらしたんじゃなくて見たわけですか、ね、いや取れなかったんですね。一か八かみたいな形で行ったんですけどね、ところが運よくこれファールになったんですね。わずかに切れましたね。そして今前だということで、あのすぐオマリーも三塁走ってましたね、一挙に回ってましたからね、はい、ツーナスにと追い込まれてはいますが、ホワイトソックスで4番を打っていたフリオ・フランコ、古田は前にこぼします。古田とオマリーが同じヤクルトのユニフォームなんですが、あのホームとビジターで違うユニフォーム着てますからね。今日はいろいろな組み合わせがありますよね。そうですね、普段のペナントレースでは見られない組み合わせをまた皆さんも楽しんでいただければと思います。まあ、去年からね、外国人3人制になりましたんでね、はい、そうなんですよね、まあ、それだけ数が増えたということで、はい、ピッチャーも増えてきた、はい、まあ、こういうゲームができる一つの要素にはなったんですよね。まあ、いずれあのファームの方ももう少し規制緩和して外国人選手を入れようじゃないかという話も出てますんでね、まあ、そういうことがまあ認められればもっといろいろなポジションでたくさんの選手が集まってくるかもしれませんね。そうですね、確かにあの外国人選手が3人登録ということになってからピッチャーが増えてきましたね、はい、そういうことですね、まあ、国際化の時代ですからね、あんまり外国人何人制と縛るのもどうですかね、大下さん。そうですね、はい、ツーストライクもランキングが出ておりますが、フランコは3位につけております。見ます。今日は神戸から朝日新聞、そして日刊スポーツが招待ということで、中学生20人の子どもたちが今日この福岡ドームにやってきました。今日のこのドリームゲームを見ています。さあフランコのあたりフェアです。フェア、オマリーが帰ってくる。そしてイチローが固まる。いやーすごい方なんですが、フランコは2塁へ。やはりやってくれますフランコ、フォーリンドリームズの4